見てても人生の足しになるかは分かりません、皆さんの。なので雑談しようか。作業用 BGM としてお聞きください。実は昨日終わった後にミトちゃんとたまたま通話をしてて、シズリンの話になって、途中でツイッターで昨日シズリンにリプライを飛ばしてました。そういうやつです。謎のシズリン宛てのリプライはね。でシズリンが合流したのが確か4時ぐらい、朝の。そこからあれですね、朝の9時まで話してました。で途中でミトちゃんがバグっちゃってって言い出したかと思えば、だってすごいあくびをかきながら編集してて、なんか大変そうでした。シズリンはシズリンで配信用のマイクじゃなくて、もうマジでリラックスモードのヘッドセットの環境でやってたから、めちゃくちゃなんかお家にいるみたいな感覚でしたね。オフの日のシズリンモードでさ、よかったよね。シズリンにね、歌ってほしい曲何かなみたいな話はしたよ。で、気が向いたらねーって言ってました、シズリンは。俺のリンは俺に甘いから、俺がダダこねたら多分歌ってくれんだよな。嫌じゃ嫌じゃ嫌じゃ、リンちゃんのが聞きたいんじゃ、嫌じゃ嫌じゃ嫌じゃって言ったら大概やってくれます。でシズリンは私と通話を切るときに、じゃあミトさんは16時に目覚まし合わせて、カエデさんは配信の何分前にいつも起きるの、多分10分前に起きますって言ったら、じゃあ3時50分かな、おやすみバイバイって言ってくれました。わあ、もうそりゃあええ夢見れましたよ。そりゃあもう目覚ましの時間まで指定してくれんねんから、俺のリンはそんな面倒見てくれることある。西三次入って最大のメリット、声のいい、顔のいい、性格のいい女におやすみって言って目覚ましをかけてもらえる、やばすぎでしょ。あ、入るわな。これちょっとテレフォンかけるか。これ1のね、ラジオのゲストが樋口楓なんですよ。出るかな。はい、もしもし、ちょっと問題に答えてもらいたくて。いいよ。ありがとう。なんかやってた？マミノギやってた。あ、マミノギね、ごめんごめん。マミノギやってた。あ、マミノギね、ごめんごめん。